今日のお話は月下の誓い。祖母の若かりし日の恋物語を知り、彼女が残した手紙を手がかりに、かつての恋人との約束の地を訪れる女性の旅のお話をします。祖母の日記。ある雨の降る夜、独身の女性、エリは祖母の遺品の整理をしていました。その中から、古びた革表紙の日記が出てきます。好奇心からページをめくると、祖母が若かりし日々に綴った恋愛の記録が目に飛び込んできました。日記には、祖母がかつて心から愛した人との情熱的な恋物語が詳細に書かれており、彼らが月光の下で誓いを交わしたという神秘的な場所の描写にエリの心は惹かれます。過去への旅立ち。日記の最後には、祖母と恋人が約束を交わした場所への地図が描かれていました。エリは祖母の未完の物語に心を動かされ、彼女の足跡をたどる旅に出ることを決意します。彼女は、祖母が若い頃に過ごした町へ向かい、日記に記された手がかりを頼りに、祖母と恋人が誓いを交わしたとされる神秘的な場所を探し始めます。旅はエリにとって、単なる過去の探求以上のものとなり、自分自身と向き合う機会をもたらすのでした。探求の道中。祖母の日記に導かれたエリは、古びた神社のある小さな町にたどり着きます。そこは時間がゆっくり流れるような場所で、祖母がかつて過ごした日々の面影を感じさせます。エリは地元の住人たちに話を聞き、祖母の足跡を追いながら、彼女の人生に触れる様々なエピソードを知ることになります。この過程で、エリは自分の内面と向き合う時間を持ち、祖母の日記が描く恋物語以上に深い人生の教訓を学び始めます。約束の地。エリの探求は、ついに祖母とその恋人が誓いを交わしたという神社へと彼女を導きます。神社は月明かりに照らされ、幻想的な雰囲気を放っていました。そこでエリは、祖母が若い頃に感じたであろう愛と切なさ、そして希望を自分の心の中で感じ取ります。この場所での独り言が、エリにとって心の内を吐露する大切な儀式となり、祖母への理解と共感を深めることになります。また、神社に残されたある手がかりが、次なる発見へとエリを導くことになるのでした。残された手紙。神社での深い体験の後、エリは祖母とその恋人の間に交わされた、読まれることのなかった手紙を見つけます。月明かりの下、彼女は手紙を読み解き、祖母の心の内を垣間見ます。手紙には、祖母の恋人への深い愛情と、二人が別れることを余儀なくされた事情が綴られていました。エリは祖母が抱えていた苦悩と、彼女の人生において恋人がどれほど大切な存在だったかを理解し、祖母への同情と愛情が一層深まります。月下の誓いを果たす。手紙を読んだエリは、祖母が果たせなかった誓いを代わりに果たす決意をします。彼女は神社で、祖母と恋人がかつて交わした誓いを心の中で再現し、二人の愛をたたえる小さな儀式を行います。この行為は、エリにとって祖母の遺志を継ぎ、彼女の人生に対する敬意を表すことであり、同時に自分自身の未来に向けた新たな決意となります。この夜、エリは過去と現在、そして未来が一つにつながる不思議な感覚を味わいます。心の解放。エリが祖母と恋人の誓いを代行した夜から数日後、彼女は自分の中で何かが変わったことを感じます。祖母の愛と苦悩を通して見た人生の複雑さと美しさが、エリ自身の人生観にも影響を及ぼしました。エリは祖母の恋物語を自分なりに締めくくることで、過去に未解決のまま残っていた感情を解放し、前向きな気持ちで自分の未来を歩んでいく決意を固めます。祖母の残した日記と手紙は、エリにとって大切な遺産となり、彼女の心の支えとなります。祖母への手紙。エリは、旅の経験と自分自身の変化を綴った手紙を書きます。この手紙は、実際には送ることができないものですが、エリにとっては祖母との対話の手段となります。手紙の中で、エリは祖母の恋物語を知ることができた喜び、そして祖母の意志を継いで自分自身の誓いを立てたことを伝えます。彼女は手紙を神社の月明かりの下で読み上げ、祖母の魂に手紙の内容を届けます。この行為を通じて、エリは祖母との深い絆を再確認し、祖母の愛と教えがこれからも自分を導いてくれることを信じます。以上で月下の誓いの物語は完結しました。次回の物語は花言葉をお送りします。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。